伸びきった。顔が伸びきった。ビタミン C いっぱい入ってるから多分おしっこ黄色くなるよ。ギリセクハラだと思います。おしっこ黄色くなっちゃう。おしっこ黄色くなっちゃうな。会社でやったら全然怖いもん。え？うん。おしっこ黄色くなるよ。これ怖いよ。違う違う、ビタミン C いっぱい入ってる。入ってるからまだ良かったよ。お肌プルプルなるねだったら着地できてるけど。おしっこ、ぐちゃ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 って。おしっこ黄色くなっちゃうな、これな。ビタミン C 入ってるから、すごいいい回転してたの。着地最悪だったの。いいんです、そんな話は。おしっこ黄色くなるよ。おしっこ黄色くなるよ。朝方のさ、おしっこさ、黄色通り越して緑の時ない、うん、あー、ちょっとわかるかもな。ねえ、なんか、あれ？わかるわ。ほぼ緑じゃん。確かにね。いう時あるね。濃さがね。濃さで。なんだろうね、あのね、おしっこの黄色さ。しかもその元ある水に混じってあの黄色ってことはさ、うん、原液どんだけ黄色いんだって。確かに、わ、確かに。おしっこって原液見ることないから。検尿の時だけか。そうそうそう、確かにな。もう水が待ち構えてる状態でこうおしっこして黄色いなって思うから、うんうん、その原液の時の黄色さって半端ない。じゃあおしっこがテーマこれ。違う。それで言うと、うん、あのまあ、おしっこ、うん、やっぱトイレってすごいいい仕組みだなと思って、うん、日本のトイレ特にさ、はいはいはい、もう何から何まで備わってんじゃん、うん、で今なんて洋式しかもうほとんどないわけ。確かにね。こうやってしてピッてしたらバーっていくわけじゃん、はいはい、昔だったらこうやんなきゃいけなかったりとか、まあまあまあ、するやつがある中で、ね、はいはい、今ってもう自分の排泄見なくていいじゃん、うん、だけどさ、やっぱさ、検尿とか、うん、検便の時、うん、なんかものすごい自分が動物だなって思う。ああ、そう。動物だな。おしっこも、うん、やっぱすっこう手にかかったりとかして、うん、あったかって、熱っって思うじゃん。そおしっこを救い出す時の、はいはいはい、手に事故った時の、確かにね、熱っ、しっこ熱っっていうその初めてのその、はいはい、自分が動物なんだっていうその感じとか、わかるわかる。あと検便なんてさ、うん、シート引いて、うん、こう向いて、うん、思いっきりうんこと対面するわけじゃん。まあまあそうなるよな。ね、でなんかこう絞って刺して入れるやつある、はい。入れるやつある。あれの時、やっぱ水洗って水洗たるゆえんがやっぱちゃんとあるんだなってくらいくっせえなの。いやそうよ。水の中にいるからなんかね。うん。匂いわかんないけど。わかんなかったけど、なんか別物じゃんっていう。実家にいた時、犬のクソを、はいはい、あの捨てる時と同じ気持ちになって、うんうん、分かる分かる、まあ、でもそういうことだよとか言いながら、汚いよな、汚な、うん、あとやっぱそう、検便やって、うん、私、小学校の時から思ってたけど、うん、検尿と検便のケースをみんなが、うん、あの荷物の中に入れて持ってくるって怖いよね。いや、しょうがない、そういうもんじゃなくて、そういうシステムじゃん、あれは出しちゃえばいいんだけど、うん、通学路とか、うん、みんながちょっとのおしっことうんこ持って歩いてる時間って怖くない？ああ、まあまあまあ、よく考えたらな。ちょっとうんこしっこを確かにね、透明袋に入れて歩いてる、うんこしっこって時間ってなんかめっちゃ怖いよな。わかる、それもめっちゃわかるよ。あとやっぱそれを検査員の人にこう渡す時の顔困る、毎回。確かにね。正しい顔一回も見つかんないよな。検便渡す時の顔、お願いしますもなんか嫌だなと。わかる。だからぶっきらぼうに渡すのもなんか違うし、ね、プッシャーみたいに正確な髪渡すみたいな、路地裏ね、路地裏プッシャーみたいに、もう違うし。確かに。そのさ、うん、この男にしかわかんないと思うんだけどさ、言ってごらん。これたまにその深夜さ、3時とかに、もう冬の3時なんて真っ暗ですわ、うん、バッと目覚めて、うん、おしっこ行こうかなと思ってさ、トイレ行って、もう一回寝たいから、なんか電気つけたらその意識が覚醒するんじゃないかっていう、わかるよ、意識がこっちにあるから、なるべく暗闇で行きたいよね。そう、うん、暗闇のまま行って、うん、で、そのタッチションのパターンで家でやるときに、その音だけでさ、うん、その自分のおしっこがこの溜まってる便器の中にある水をこう叩く音だけを頼りにおしっこするときあるのよね。あるよな、男あるよな、ない、あるよな、ほら、あるんだ、ライバー音の位置で、
そう、なんかおしっこしちゃって、水しぶきの、そうジョ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 ってその水に当たるおしっこの音だけで、これは便器から外れてないっていうことを、はイルカと同じだから、その音の跳ね返りで、イルカと同じ、そうそう、超音波みたいな音の跳ね返りで相手がどこにいるのか分かるみたいな、うん、口で輪っか作ったりとか、そう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 、と同じ感じでこうジョ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 っとおしっこして、でおしっこってその、うん、最後の方勢いがさ、うん、弱くなってくるからさ、はいはいはい、そのあれどうしてんのあの微調、ちょっとだからちょっとこう前に短くこのストローク短くなるから前に詰めるの、そう前に詰めてとかやってるのが男、あーなるほどね、急に途中で音消えるときあるんだよ、なぜか音消えるとき、そう、うん、あどこに当たってる今おしっこ、どっか行っちゃったおしっこが、でも暗いからどこに向かってるのかわかんないわけ、うん、で次の日の朝見たらその本当に横に水たまりできてる時はトイレの横に最悪だな今の話、犬と犬あれ犬犬飼った犬飼った俺ああもう完全にその、うんうんうん、もう本当にその時だけもう聴覚だけを頼りにおしっこする、はい、うちだと今あの家のトイレが、うん、結構最新のトイレで、ほう立ったら流れてくれちゃう、あるね、立ったら流れるし、る一緒に洗浄してくれるみたいな、うん、もう素晴らしいとお父さんやっぱ、うん、シャーっつって、はいはいはい、それで慣れてるから、うん、居酒屋でも男女兼用一個のところとかで、うん、もうガーンうんこして、うん、バッて立って出て、普通に男の人入られた時に終わったって言って流してないっていう、癖出たっていう、分かる分かる、わあ、うんこ、あ、うんこ見られたっていう、人間ってなんかやっぱ慣れって怖いよな、ルーティーンって怖いよ、怖いよ、あ、終わった、うんこ見られたと思う、うん、分かる、挨拶もしたし、めっちゃあ、すいませんうんこ、置いたものそう、だからこの、あ、すいませんが、うんこってあるけどすいません怖ってなってないから、向こう、確かにな、バーン開けて、さっきのすいませんってうんこ置いて、うんこ置いてすいませんって思われたんじゃないかってね、たまにそのさ、テレビ局とかでさ、うん、こううんこしてる途中に電気消える時もあるあるある、たまにあるじゃない、うん、なんかそのここら辺で動いてさ、作んならいいけどさ、とりあえずそのセンサーがそこら辺にあるのかさ一回こう、うんこしながらこう頭で、きついなっていう、そのなんであれ高い位置にするわけ、あれあれ惨めよな、惨め、人間の所作の中で一番 うんこしててパーン近づいた時のこういうやつあの時のなんかダンスあるよ、ダンスあるよね、そうそう、何かに触れろって言ってたなんかここら辺で一番乗ってる時みたいな夏フェスしちゃうみたいな、そうそうそう、あーあーないわっつって一回もう一回だってこうやって動いて、うん、あれ恥ずかしいんだよな、もうさ、もう長時間になるときはさ、うん、そんなもんしないときあるじゃん、もうパッて消えたらもういいわどうせ今しててもまだ全然できてないしっていうね、こうやってたら、うん、あの新しい人入ってきてカチッてついて消えてるからいないもんだろうと思ったらその入ってるっていうときあるよね、あるあるある、あ入ってんのかいっていう、そうあれ申し訳ない、あれ申し訳ないな、ウォシュレットするちゃんと、しますよ、ウォシュレットします、自分家だったら100するんだけど、うん、やっぱその帰りぐそがついてんじゃないかって思って、他はなるほどね、帰りぐそって帰り血みたいな感じ分かる分かる、帰りには帰りぐそが、はいはいはい、ノズルにこうついてんじゃないかと、だってさ、ウォシュレットなんてバーって出てきてさ、うん、強い時ってさ、うん、もう穴に入るじゃん水がね、で、なんかそのできたと思ってたのに、うん、なんか 2% ぐらいパッて出るじゃん2% ぐらい、まあまあまあ、わかる、そのガッて入った分バッて出るから、はい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 、そのまだ中にいたちょっと 2% みたいなやつがバッてまた出て、わ、うん、かるわかる、で、っていうのやって、わまたうんこついたじゃんと思って、もう、うん、もう一回ウォシュレットして、うん、またバーッて入って、はいはいはい、そしたらまだ出てきてみたいな、はいはい、もう一生出れないんじゃないかっていうぐらい、わかるわ、繰り返すじゃん、あるある、ビャッ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 って、うん、ずっとやっちゃう、はいはい、あるある、その時からあるよ、あれがあるってことは、うん、それすなわちビャッビャッって、うん、他の人もやってると思う、うん、その帰り癖はやっぱついてるから、
まあまあそうやって考えたら汚いよな。そうでこれをキュッてやって引っ込めてくれたらいいけど、うん、はいはい、そんなやんないじゃん、ピャッピャッ。確かにね。うんじゃ、じゃあいるじゃん私がピッてくるときに、うーんって、はいはい、ビャッビャのやつついてんじゃんって、まあまあね、思って、だその念入りに拭くっていう、その、ああ、外では。紙に頼る。なるほどね。まあまあ、するけどな、ウォシュレット。外でも。どっちが綺麗なんだろうっていつも思ってる。確かにね。難しいですね。難しい。ビデ使ったことある？ビデ使ったことあるよ。俺に、俺が女だったら女性器どの位置なんだろうって。マーク？マーク。使ったことありますよ。ここら辺か。あ、ここら辺かっていう。あ、男ここら辺なんもないなって。そのあたり？そう。男ここ、そういえばここ、うん、男のここってなんもねえんだって思う。はいはいはい。その位置にね。その位置に。そのためにビデってついてるからね。そう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 。あったけーって思うよね。なるほどなって。そう。あの時間。たまにやってください。その俺がもし女だったらどこに女性器がついてたんだろうって思った時はビデ使うといいです、ね、いいです。どんな趣味かと。